どうもー、ふーじたです。さーはい、ということでね、やってまいりました。この藤田が紹介するファミコンの専用コントローラーの世界。ファミコンっていうのはまあこんな感じでね、デフォルトでもまあコントローラーって変わってたじゃないですか。丸ボタンとか四角ボタンとかゴムとかプラスチックとか、まあそしてまあファミコンの専用コントローラーがあって、あのエキスパンドコネクターにつけてやるので有名なのといえば、まあジョイカード、そしてジョイスティックとあったと思うんですけども、これ以外にもねコントローラーっていろいろと出てて、ジョイカードジョイスティック以外でぜひファミコン好きなら体験していただきたいランキングということで、今回紹介したいなと思っています。藤田さん、ちなみにジョイカードジョイスティックはどれぐらいなんですか、今相場感としては。だいたい2000円5000円ぐらいですか。あ、スティックの方が高いですね、この箱なしでね。うんうんうん、うん、で箱ついてるとまあ4000円1万ぐらいですか。はあ、倍ぐらい。あとそのコンディションがすごい触りそうですよね。そう、ガチャガチャガチャコントローラーってやっちゃうから、これね汚れてると思いきや、これあの保護フィルムが残ってるから綺麗なんですよ結構。あー、パッと見なんか白くね、いっぱいなんかカサカサした感じで、これが残ってる残ってないですげえ使用したかどうかっていう基準になりやすいんで、うんうん、本体のやつももちろん新品だったらまた全然違って、あとこのジョイスティックにはハガキとハチスケのステッカーもついてくるんですよ、うんうん、それがあったりするとプラスアルファになったりもします。はい、あと吉田さん、もう一個ごめんなさい長くなって、あのこのファミコンのやつのちょっとデフォルトのコントローラーしてみますか。これもねやっぱり、ね、これだから、向かって右側が四角ボタン、そうゴムで、この AB のボタンが違うんですよね。そうですね、ゴムなんで押して戻ってこなくなりやすいですよね、強く使っちゃうと。やっぱプラスチックの安定して、初代がこれで後期以降はずっとこれだったと。これ丸ボタン四角ボタンってやっぱ違うんですか、価値がやっぱり。あ、そうですね、もちろん。こっちだったらフルセットでも5、6000円ぐらいですもんね、波だったら。こっちだったらまあ2、3万ですもんね。あ、そんなに差が開くんですか、やっぱり。箱の絵も違うんで。へぇー。これ、取り替えるのはやっぱ難しいですか、今でも。めんどくさいですね。めんどくさいですね。6箇所ぐらい開けて、プラスのネジなんですけど、でパカッて開けてこう取り替えるわけじゃないですか。若干めんどくさいですよね。まあでもジョイカードね、エキスパンドコネクターのこれは内部じゃないですか、じゃないですか、うんうん、ここからつける、これはいいシステムですよ、ね、うん、エキスパンドコネクターね、エキスパンドコネクター、じゃあ触れないから、エキスパンダ知らないくせに触れないから知らないくせに触れないからエキスパンドコネクター、どうなんですか、エキスパンドコネクターですね、これね。そこは主に、その外部機器を指す口。そうですね、まあ、コントローラーとかセーブものとか、まあ、何でも刺しましたよね、ここしかないんだもん、ね、ああ、刺し口そこなめですよね。何それって言ってもらいたかったんですけどねはい、それでは第3位、こちらです、アスキースティック。まあ要は開けコンみたいな感じですよね。重いんですよ、重いからこう置いて安定して、まああんまりずれない、まあ端ですよね、開けコンのね。開けコンって何、アーケードコントローラーの端ですね。ちなみにファミコンは AB ボタンしかないですけど、それ3つ見えますけど、ですね、これは AB ボタンがあって連射の速度ですね、これは。ターボスピードって何ですかそれ。あ、いやだからそのジョイカードのあれと同じですよ。ああ、そういう調整できるんですね、はい、ボタンじゃないんだ。じゃあ格闘ゲームだとこうあってほしいじゃないですか。はい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 、まあ、これはね、ファミコンだと、まあ、特別これである必要はないんですけどこれね、まあ、結構古くて大きい割にはそんな高くはなくて、お箱付きでも5000円しないぐらいですね。あ、やっぱこういう専用コントローラーにもやっぱ相場とかあるんですね。もちろんあるんですけど、ね、そんなね高いものはないですね。アーケード移植をまあよりねアーケードに近い感じで楽しむというか、そういうのでよかったんじゃないでしょうか。ファミコンってどれぐらいありそうなんですか、専用コントローラー。まあ台から、いろんなのが多分あったと思うんですけどね。あ、50とかあるんじゃないですか。そっちは藤田さんコンプリできてる、知ってると思いますよ。そうなんですね。それでは第2位、はい、はい、アスキースティック L5 ですね。これはね、まあ、思い入れもあったし、このなんかグリップ感もいいですね。ここ握れるんですよ、握ってボタンも押せるみたいな。でここコントローラーからこう、こんな感じで片手でできるみたいな。そうなんですよ、感じですよね。だって全部こっちでなんか食いながら、こんな感じでできてる、全部できてるんですよ。ここでボタンもできるし、十字もできるし、ここでできるし、あ、この人差し指との中指が AB なんですよ。だからこの、ここにあるじゃないですか、ボタンが、うん、これ AB できます、ね、これ AB で、うん、で十字があって、スタート、セレクトがあって、ほんとに片手でできちゃう。
ちなみに、その、なんか、自分で自分を抱いてるみたいなポーズは何なんですか？あ、いや、それが落ち着くの、お医者さん的に一番。だこうだと分かんないじゃないですか。ちゃんとすごいことはできてるのかな。なるほど、なるほど。これでもゲームができちゃうってことですね。そうか、そうか。まあ、なんかそういうのありましたよね、なんか。ちょっと後ろ、もう、角で出てこんな感じで。ああ、そういうことで出ます。それ、何のゲームでもできちゃうんですか、それ。そうですね。でもあのタイミング重視のやつよりはロープレがやりやすいですよね、やっぱね。まあ、確かに両手でこうなんか固定で持ってるのってちょっとだるい時ありますよね、コントローラー持ってる。だって片手で、それだっていいのかな。じゃあ本当にロープレみたいな長時間やるやつは、微妙な操作は必要ないやつ、シミュレーション寝転がってるもね、姿勢もね、そうですね、自由にね、サイズも変わればいいし、あのという2位のアスキースティック L5 ということですね、はい。それでは番外編見てみたいと思います。まずこちら、ホリトラックいいっすよね、これね。なんかそれはですね、ボール、例えばサッカーゲームとか、あーそっか、こう進ませるとき、こうこうこうボーンみたいな。なるほど、これの方が早くいくんですよ。さあさあさあ、そうか、そういうことか。斜めとかも行くし、まあ一応こっちもあるっていうね、保険でね、はい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 、これやっぱきついわってなったときにこれだったこれやっぱサッカーゲームで有名かもしれないですね、そう僕の中ではね。うんうんうん、まあ、トラックボールっていうやつですよ、ああ俗に言うね。そう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 、箱はこっちになってますね。おお、箱付きで初のトラックボールつけてるんですか、ファミコン。まあ初でしょ、ね、初でしょというホリトラック。そして続きまして、ホリカード、またホリさんのナンバー来ましたね。これがまあこちらなんですけど、これも片手、片手きついです。こうなるわけなんで、横に持つ純正に対して縦に持つみたいなウィーポイントっていうのかな。とにかくカードでかっこいいってことじゃないですか。ああそうか、確かに。でもそういうのも大事ですよね。ちなみにホリトラックが、まあ、2、3000ぐらい、こっちは1000円か2000円ぐらいで買えますよ。2000円ぐらいか、一応箱付きだったら。今まで出てきたやつも、まあ、そんなに何枚も なってないじゃないですか。そうですね。この後どうですか、藤田さんの予想としては。コントローラーはそんなでもないのかな。だってパッケージがあってもね、その一部の人だけじゃないですか。コントローラーもデフォルトのやつでいいと思う人も多いと思うんですよ。じゃあそんなに値段がこの後バーッとまた上がり続けるっていう感じではないかなと。ないけども、はい、何が起こるかわからないんで、はい、今は安いですよ絶対に、はい、抑えておいた方がいいと思いますよあとなんだ、あとこれか。あ、それ何ですか。スーパーコントローラー、こちらなんですけど、この普通のデフォルトのコントローラーにこうかぶせて、あと本当はここにスティックがあるんですけど、そこにスティックがつくさ、スティックの保管する場所があって、ここに刺すわけですね。はい。で、まあなんかゲーセンっぽくするとここにこうなってるんで、これをかぶせてね。でそのスティックはどっか行っちゃったんですか。そうですね、ちょっと出てこなかったんですけど、これはバンダイさんが出してましたね。へえ。これはでもね、どうだろうな、2000ぐらいかな。だ別に連射機能とかあるわけないですね。そう、かぶせてなんとなくこうスティックで出せるみたいな。十字キーを要はスティックに変えられるよと。そうそうですね。そしてちょっとこれはね、おまけなんですけど、はい、ファミコイン。何でしたっけ、ジャイロダインでしたっけ。そうそうそうですね、はい、ジャイロダインのおまけのやつ。ファミコインって単体にも売ってて、100円か200円で売ったのかな。十字キーにはめて、こんな感じではめるわけですよ、うん、こうするとなんかまあ動かしやすいような気がするっていうですね気がするっていうファミコインと。まあこういうのも、まあ、ファミコインでもどうなのかな。これジャイロダインのやつは結構貴重なんですよ。欠けてるやつが多いから、これ入れて完品したいっていうことも多いんで、これでやっぱ1000円しますかね、2000円とか。なんか疑問点はありますか。いやだから思ってた以上にバリエーションがいっぱいあるんですねと思って。ああで、あの純正とは違うスタイルのやつも結構多くて面白いですね。ああ、まあ、まだこれ一部なんですもんね。もちろんです、もちろんです。ジョイカードやっぱ種類多いんですよ、あの形状。はい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 。いやこれ結構奥深そうですね、このコントローラーですけど。ちなみに一番高いのは何なんですか。パワーグローブっていう名称で、でもコントロールもできるじゃないですか。そうですね、あのあたりでも、でも1万ぐらいですもんね。あのあたりですかね。はい、それでは第1位、こちらドスンとジョイボール。これは結構の方が一応見たこともあるんじゃないですかね。新兵器って書いてありますね。新兵器、ニューウェポンなんですね。ゲーム工学に基づくハイテクフォルム、ボール状だからできる絶妙なコントロール。ではこちらですね。これはですね、箱付きでもやっぱ2、3000ですかね。ここをまあやるわけじゃないですか、はい、
こうなってた方がまあやりやすいみたいなこと書いてあるんですけど、上からこう握る感じで、そうそうですね。まあトラックボールとはちょっとまた違うんですよね、うん、トラックボールはこういくじゃないですか、これ単にこう、まあなんか実験的要素も含まれてるんですかね。あ、なるほどね。まあジョイボールは皆さんね多分、うん、見たことはあるのかな。あります、あります。私でもあった、これはなんかおもちゃ屋さんとかでちょっと見たね、イメージ、まあ、確かにこれはでもやってみてほしいですね、ぜひね。これまあ今日コントローラーご紹介いただきましたけど、はい、これはソフト選ばずなんですか。あ、ね、できないやつももちろんあります、ね、うん、あるんですか、中には、うん、基本的にはできると考えていいんですけど、例外がちょっと、まあ、箱の中に書いてあるんで、うん、意外とねこういうの本当に知られてないような気がしますねと思いますよ。うん、うん、で見る方も一応若い方も加わってくれると思うんで若い方もね、そうするとまあね、まあ、初めて見る方は一定数いるわけなんで、うん、ファミコンと新しい機種ボタンの数が圧倒的に少ないですね。ああ、もちろんそうですね、うん。だってニコスもね、基本的にはね。スナミで6個すもんね。キーボードを使ったコントローラーってもっとすごいわけじゃないですか。マウスを主体で動かしてキーボードみたいな。エイペックス的な。とかね、ゲームのやつね。パソコンゲームのやつとか。で何個でも増えてきますよね、ボタンはね。だっていろんなモーションができた方が、慣れるまではきついけど面白いじゃないですか。そうか、確かに。あと、藤田さんでも入手できてないような超レアなコントローラーとかってあるんですか。ファミコンテレビ専用のコントローラーとかじゃないですか、ないっていうなら。ああ、ができる一体型のやつだ、はいはい、のコントローラーとかってあったと思うんですけど。じゃあちょっと僕からのリクエストってことで、せっかくジョイスティックあるんで、はいはい、いきますか。じゃあ86年のスターソルジャーを解説する名人になった、それではジョイスティック、はい、お願いします。いらないことそしてボタンはこんな風にやらないで、もっとこすようにこうやっちゃう。あ、これだけなんだろ、わー、スタソルジャー24、待って、わー、気になるんだな。降りてきました、降りてきた、名人降りてきました。どうでした、86年の名人は。今降りてきたみたいですけど、僕は結構、はい、なんかこう免疫ができたせいか、はい、面白いなと思っちゃってるんですけど、うん、どこに皆さん大向きを置いてるんですか。似てるんじゃなくて、雰囲気ですね、雰囲気で。名人って誰っていう人の前で結構やることが多いんですよ、これ。これはだから一つのネタとして舞台上でやることも多かったので、はいはいはい、名人って何っていう人の中でも、うん、結構リクエストが多かったというか。確かにインパクトすごいあるんですよ。そんなやついるのみたいな、うん、目になるから、いたら面白いな、おーってなるんじゃないですか。